では続いて特集です。今日の特集はみきおジャーナル、撮影取材は阿部みきおさんです。はい、今日は破綻した夕張の私立病院で地域医療のモデル作りを目指す村上智彦医師を取り上げます。阿部さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、クリスマスに赴任した村上さんですね、大晦日元旦といきなり連続した夜勤勤務をしました。で、彼が目指す地域医療実現に理想を燃やしています。で、破綻した夕張に乗り込んだ彼が、どんな医療を目指すのか取材してきました。痛くない、入れてみて。力入らない、膝立てれる？膝曲げるというか立てるか。夕張のこの病院にやってきて5日目、村上智彦さん45歳、宗谷の旧歌登町の生まれで薬剤師として働いた後医者になった。村上さんは道南の旧瀬田名町で住民を病気にさせない予防医療と高齢者の在宅診療に取り組んだ。4年間で2億円もの医療費を削減、全国が注目する地域医療のモデルを作り上げた。むちゃくちゃ高いわけじゃないですけどね。破綻した夕張市では39億円の赤字を抱えている私立病院の存続も危ぶまれていた。病院経営の専門家からは、親方夕張市の意識が強い職員が病院を運営することは困難と指摘された。自分たちの町は自分たちで守るって意識がないと無理です。それは住民が実際そこの病院使ってそれできちっと意見をしない限りそこの病院良くならないんですよ。誰かが良くしてくれるのを待っていても絶対に良くならないっていうのだけは分かりました。私立病院は3月で廃止され、4月から公設民営の病院に生まれ変わる。村上さんは運営に名乗りを上げ、医療法人の認可を北海道に申請している。人口13,000人、65歳以上の高齢者 40%。 夕張市の身の丈に合った病院経営とは。村上さんの構想は、常勤の医師2人の診療所に老人保健施設を併設し、往診を行う在宅医療だ。先月29日、菅義偉総務大臣が夕張を視察した。行政にあれをしてくれこれをしてくれってお願いするとあんまりいいことがないので、許認可の部分だけ少しやりやすくしていただけたらすごく助かります。それぐらいかなお願いしたい。よろしくお願いします。申請をしましたので頑張りますので、ぜひよろしくお願いいたします。なんか挨拶しかできませんでしたね。いいです、それだけで十分です。大晦日、村上さんは初めての当直勤務を志願した。私立病院は夕張で唯一の救急病院だ。どの辺が痛いです？感じたら。へその周り、痛くなったり病んだり繰り返すような感じ。無理して食べなくていいですから、そういう水分だけ取ってください。で、お薬で少し吐き気止めますので。それで大晦日の夜、患者は途絶えない。来たんですけど、点滴してもらおうと思って来たんですけど。あ、はいはいはい。大晦日、22人目の患者だ。こんな時間にここで点滴で大晦日かわいそうに。違う部屋にしますから。ちょっとテレビ見れる部屋ないの。かわいそうだ。ちょっといくらちょっと無理かな。感じのいい先生でした。とても心強いかなって思いましたね。今回今日かかってみて、患者さんに親身になって話も聞いてもらえてますし、きちっとそれに対して今後どうしたらいいかも説明しているので、患者さんもすごい今までよりもすごく納得して安心して帰れているなっていうのが分かります。年が明けた。
息つく暇もない大晦日の夜だ。村上さんはやっと眠れた。当直を終えた村上さんは夕張神社に向かった。初詣で願ったことは、ここは象徴であってここで何らかの解決策をやってみたいと思ったんです。ノウハウを作ってそれをよそに教えるぐらいの意気込みを持ってやれば絶対に北海道で将来役に立ちますよ。これは僕はそんな困難なことなんて思ってないですから、ただ誰かがその気になって気長にやり続けないとできないことではあると思います。今月7日、自民党の竹別総務元幹事長らが病院を訪れ、村上さんの構想に耳を傾けた。思い切ったらバックアップしたいなとこういうそういう気持ちを強くいたしました。政治の風が村上さんへ吹き始めているのか。北海道の公立病院はほとんどが赤字だ。夕張で地域医療のモデルを作り、解決策を見つければ他の自治体が後に続くことができる。必ずしも皆